はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸2をお送りします。で、前回からね、等差数列が始まって、まあ、そこで公式とかもやったんですけど、今回それ使った問題演習を3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっき冒頭でもちょっと話しましたけど、前回等差数列スタートしたんで公式やったんですよね。で、例えば、まあ、初項とか交差書いてありますけど、それを使って等差数列の一般項の出し方って言われた時に、公式がパッて出てこない方は、ぜひ一個前の動画を見てみてください。多分そこを確認した方が、この問題吸収しやすいと思いますんで、もしよかったらね、お願いします。では早速、1番ですが、まあ、初項交差書いてあります。3と4だね。で、等差数列って言ってくれてて、47となる項が、第何項か求めようという問題です。なので、ひとまず一般項を出しに行きます。まあ、初項交差書いてくれてるからね。なので、一応公式書いておこうか。an は、a プラス、n マイナス 1d。これがね、等差数列の一般項の出し方。だから、それに当てはめると、初項が3、プラス、まあ、じゃあ順番合わせて書こうかね。で、交差が4だから4と。つまり、これね、4を配ってもらって、4n-1 と。これが一般項です。で、前回、その一般項を出したときに、それが合ってるかどうかは、n に数字を入れると、ね、その確かめられるよって話をしました。で、結局、今、これが、47になるのが第何項っていうことも聞かれてる。で、第何項っていうのはこの n の部分です。これが n が第何項と一致するので。例えば、3を入れれば、3、4、12で引き算して11でしょ。それは、第3項が11ですって言ってるの。そういう意味なのね、これは。だから、これが47って言ってるから、この 4n-1 が、47になるときを求めればいいだけなんです。あとはね。で、これマイナス1。こっち持ってくると48になります。プラスに変わるからね。で、4n イコール48なんで、4で両辺を割ると12ってなる。つまり、答えは第12項でしたと。47になるのはね。これで終了です。求め方は。で、次が、どうしよっかな。下ギリ入るかな。ちょっと下攻めよう。で、次の2番は、4K、6K が等差数列であるとき。まあ、これパッと見全然等差じゃないけどね。文字が入っちゃってるから。でも、等差数列って言ってくれてて、あとはもう K の値求めてくれという問題。で、これはですね、前回の動画の一番最後の問題。で、ちょっとね、話をしましたけど、等差数列のとき限定です。等差のときだけね。だけど、3つ項が並んでいたら、真ん中の2倍が両サイドを足したものと一致します。真ん中の2倍は両サイドを足したものと一致すると。だから、それを使うと、真ん中の2倍だから、K の2倍は 2K ね。これたまに K の2乗ってしてしまう子がいるんですけど、2倍だから 2K。で、あとはそれが両サイドを足したものだから、4プラス、6K と一致します。これだけだよ。あと解くだけ。で、これ1個、まあ、こっち書こうか。移行すれば計算して、マイナス 4K イコール4。両辺マイナス4で割ればいいから、K イコールマイナス1で、これで終了という感じです。いいね。等差数列の時は、真ん中、3つあったらね。3つあったら、真ん中の2倍が両サイドを足したものに一致します。で、最後3番。これがちょっとね、板書量的には多くなるかな。まあ、結局一般項出したいんです。等差数列の。でも、交差とか初項は書いてない、何も。書いてあるのは、第10項が31。
第25項が76っていう、まあ、2箇所の数字と、まあ、第何項かっていうだけが書いてくれてるのね。で、その状態で出しに行くんですが、これどうやってやるかっていうと、結局これ使います。元々の公式。ちょっと囲っとこうか。大事だしね。まあ、この公式を使っていくと。で、これに第10項っていう10と31の31を代入します、ここ。で、これ代入する場所が大事で、結論から言うと、10項の10は N に代入します。31は AN に代入します。結局はね。で、なんでかっていうと、さっきね、また説明が戻っちゃうんだけど、3を入れた時に、これ例えばね、N が3を入れたら12っていうのは、3項目が12なのね。だから、第10項目っていうこの10は N に代入してください。で、その時に求めた数字が31だから、AN が31になります。で、これ結局ね、連立方程式するんですよ、この後。だから、ちょっとこの部分入れ替えて書かせて、先にね。だから、こっちから、右辺から書いていくと、A は分かってないんで、A はそのまま。で、プラス、N に10を入れるから、10-1 で9。つまり、プラス、9D になります。ここね。9D。で、それが31なので、31と。これが一つ目の式です。ちょっとね、わーっとね、こっち書いて、逆に書きましたけど、今。で、こっちも同じように入れていくと、25項。つまり、N が25なんで、A はそのまま A。プラス、25入れると、14D。いや、14じゃないよね。24D だわ。失礼しました。で、これが、76なんで、76と、こうなります。で、あとは、これを、連立方程式で解いていけば OK。でも、A 揃ってるので、ここは。引き算すると消えて、ここが、マイナス 15D。で、こっちがマイナス、45か。で、両辺、マイナス15で割ると、D イコール3となります。では、どっちに入れてもいいですけど、上の方がね、数字がちっちゃいので、D をここに代入すると、A プラス27イコール31だから A イコール4となる。これでやっと初項 A 初項ねと交差 D 3が出てくる。で、初項と交差が分かってしまえば、あとは公式入れて一般項を求めることができるので、 AN イコール初項が4プラス N マイナス1かける交差の3と。で、あと、もう同じね。ずーっとやってきた。3を配ってあげて、3N でまとめると、プラス1となって、これが一般項。で、終了となります。いいかな？で、今回、まあね、この等差列の求める問題で結構バリエーション豊かで、で、次回もちょっと取り上げます。問題演習をね、これより少し難しめの問題をね、取り上げると思うんですが、今回やったこの3問もすごくよく出てくる問題ではあるので、一個一個ね、解き方覚えてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、さっきも言ったように、ちょっと問題演習の続きで、ややこれよりも難しめの問題をね、取り上げていこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。